こんにちは、安です。今回はピアノが弾けない人のためのピアノの打ち込み方です。特にソロピアノですね。ソロピアノで僕みたいに打ち込みに困らない程度の腕しかない人がソロピアノを打ち込もうとしたらもう無理なんですよ、はっきり言ってね。でかといって、無理だから、リアルタイム入力で無理だからって言って楽譜でスコアで入力したりとか、ピアノロールで入力したりとか、またもうステップで入力したりとかっていうのはもうちょっと気が遠くなるし、そこから人が弾いたような演奏に持っていくにはすごい編集に時間がかかるし、どうしても不可能に近い感じでもう無理なんですよね。限界がある。どう頑張ってもそこから人が演奏したようにっていうのを持っていくっていうのはだいぶ無理なんですよ。もうMML の時代からそういうに数値入力とかもう散々死ぬほどやってきてるんで、やってきてるし、そういう人の うまい人のデータとかもやっぱ聞くけど、やっぱどうしても無理がある。やっぱり結局うまい人がリアルタイムで弾くのにはかなわないと。でまあそこまで完全に弾くっていうのは無理だけれども、それでもなんとか格好がつく程度にはやっていけるっていう手法です。まずはね、ちょっと聞いてください。はい、という感じで、これ別に普通にいいんじゃないっていう感じですよね。でもっと作り込みたければ、こっからボリューム調整とかタイミングの調整とかね、やっていけばいいんですけど、とりあえず叩き台としてバッとここまでできるっていうのはだいぶいいですよね。でこれどうやって打ち込んでるかっていうと、もう察しのいい方はこれ見てすぐもう気づくと思いますけれども、メロディーパートとベースパートとコードパートとペダル入力、これ別々に入力してます。別々にまずメロディーだけこんな感じで入力してる。こんな感じでね。で次に、ベースでアルペジオをやってるので、アルペジオをやってるので、ベースプラスアルペジオ込みで、中のコードにもちょっと触ってくるけども、それ込みでここは一つのグループとしてこんな感じで打ち込んでると。こんな感じでね。これで聞くとおかしな演奏だよね。であとちょっとこうメロディーを弾くとき、いう風になるんだけどね、これが最初にメロディーだけもう弾いちゃってるから、こう最初に押さえるこの2つの中のコード、要は右手で担当してるポーンってちょっと弾くっていう和音の部分だけこんな感じで弾いてます。こんな感じでなんとなくちょっとみたいな感じでずらしてっていう感じで、弾いていってる。で最後にペダルの、ペダルの情報だけこれね、ちょっと下見てもらえば分かりますけども、これペダルの情報だけこう入力していると、いうような感じでやって、で最後にこれを4つ合わせてしまうと。別にここでくっつけなくてもいいですけど、くっつけたかった、くっつけた方が後、編集しやすいということもありますけど、ここをやってみ、再生するとなかなか格好がつく。で、インテンポで演奏してるのはここまでです。8小節目まで、最後
こっからは8小節目からはもうあのクリックなしで演奏してて、ワードでこうもうテンポ関係なくずらしていって最後終わるっていう構成にしてるから、ここまで、でこっからはもう感覚で弾いてる。これさ、特にこの最後とかってあのステップ入力とかでやったりとか、まあ、数値入力でやっていくってかなり無理があるんだよね。もうすごい時間かかるんだけど、やった割には何回聞いても不自然に聞こえちゃうっていう、こういうやつね。でもリアルタイムで弾けばもうなんか一発で、あー OK こんな感じみたいな感じでできるものなんですよね。で、こっからはもうあのインテンポじゃなくなってるんですけど、特に最後こういう感じのフレーズもう思いっきり崩して弾くっていう時に、まあ、ここではっていうね、簡単なフレーズもう8件しか押さえてないからだから弾けるんだけど、それでやってるからもう一発でこのまま弾いちゃってるんですよ。弾いて、でもしこれができない場合っていうのは、ね、音なんでもいいんですよ。弾けるとこはまあみたいな感じで持ってっちゃっていいけど、弾けないところ、そっから先弾けねえなみたいなところになったら、音符の数だけ覚えておいてみたいな感じで、もうどこでもいいから、とにかくタイミングだけ入力するんです。でタイミングだけ入力して、後から、ピッチだけこう調整ずらしていって、で調整すれば、そう、結局最後こういうようなデータを作ることができます。でこれは別に、こういうところじゃなくても、とにかく弾けないところっていうのはタイミングだけ入力しちゃうんですよ。例えばこんなのが入力するのに弾けないな、まあ、そんな早く弾けねえよみたいな時に、みたいな感じで、とにかく弾けるところでいいから、とにかくタイミングだけ最初に入力する。で、後から音をずらす。で、必要に応じてボリュームの調整なんかもやっていくという感じでやると、かなり格好がつきます。パッパッと入力、自然な感じのリアルタイムで入力したかのような、雰囲気の演奏を作ることができます。で、まあそこから先、叩き台としてはもうかなりいいところまでからできてるから、そこから先手を必要なところどんどん手を入れていけば、もっとこう手を入れていくだけどん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 こう上手い洗練された演奏を作っていくことができると、しかもまあ楽に作っていくことができる、っていうような作り方ができます。まあ、だから僕みたいにピアノは打ち込みできる程度にしか弾けないよっていう人、いやもう特におすすめです。でこれすら厳しいっていう方、これすら厳しいっていう方にはですね、僕は毎日やってほしい練習があります。楽器演奏はできなくてもいいんですけど、まあできればできてほしいんですけど、できなくてもいいんだけど、そういう方なんか曲練習するのとかはなんかめんどくせえなとかいう方、そういう人にはね、この練習だけしてほしいので、例えばテンポ60でクリック鳴らして、最初こうやってこういう練習です。8分で次に3連符に持ってって、で次16分でまた四分で打っていくっていう、このリズム練習、これね、まあ、ドラマーがよくやる、ドラマー界隈ではかなり有名だと思うんですけど、リズム練習なんですけど、これ別に楽器問わず誰がやってもすごく効果的な練習だなということで、まあ、僕も取り入れてます。でね、これをね、毎日やってください。10分ぐらい、まあ、10分もかけなくてもいいですけど、とにかくひたすら繰り返し 目つぶってやってください。でもう耳と、クリックを聞く耳と自分が出した音を聞く、それが合ってるのかっていう、であと手で押さえてる感覚、その2つだけ、耳と手の感覚だけに集中して、10分ぐらいかかるかな、やって、でそれぐらいやると。でこれね、できれば毎日やってほしいんですけど、しかも2年間やってください。2年間やったらもう効果がはっきり感じられます。でなかなか毎日は厳しいなっていう方、最低でも週に4日やってください。4日やって3ヶ月続けばだいたい習慣化します、人間。つまりやるのが苦じゃなくなるんですよ。
毎日同じことやるっていうのが、もう歯を磨くようにトイレ行くようにお風呂入るようにもめんど、あ、まあ、お風呂はちょっと疲れた時めんどくせえかっていうのもあるけど、もう何の苦もなく、要はまあ努力するってことが苦労じゃなくなる、大変じゃなくなるっていう、まあ、習慣化するんですよ。最低週4日で3ヶ月頑張れば、っていうのがあるので、とにかくできなくても1週間に4日はやるように心がけてみてください。例えば2年間続けると、こんな入力とかアホみたいに簡単にできますから、楽器まだそことにかくそのタイム感を養うってことですね。出したいタイミングで音を出す、引っ込めたいタイミングで音を引っ込めるということだけ、そのスキルだけは磨くように、すると、もう長い目で見てすごく得です。時間を得します。何回も何回もアホみたいに打ち込み繰り返して、あ、失敗した、もう一回失敗したみたいな、もう何十テイクも取るみたいなね、ことやったりとか、もうどうしても何十テイクやっても弾けないから、もう結局なんかドラッグしてあーみたいな感じでやらなきゃいけないみたいな、時間を、膨大な時間取られることを考えれば、それがなくなるって考えればですね、この練習毎日10分ぐらいでもやっただけでも、それが全部なくすことができますので、すごく得だと思います。ので、その楽器一曲弾けるとかね、そこまでの練習はしなくていいけども、タイム感を養うっていう、そのスキルだけ上げに行くというような感じで、音楽制作に非常に役立つのでおすすめです。ということで、よろしく、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。終わります。ご覧いただきありがとうございました。ではまた。ヤスでした。